こんにちは。ワイヤーに恋して20年、インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はこちらの花瓶にワイヤーを使って装飾をしていきたいと思います。ではまずワイヤーをね、ちょっと伸ばします。そして巻き棒に巻きつけていきます。このようにくるくるくるっと巻いていきますね。たくさん巻けてきたら、ね、ずらしながら巻いていきます。ワイヤーはね、途中でこのように伸ばしながら巻いていきます。ずらしながらね、巻いていきますよ。最近皆さんはおうち時間どのように楽しんでいますか？私はですね、今のオンラインのお料理教室を受けるのがとても楽しみです。受けてよかったのが小籠包ですとか、あとは、エビとホタテのキッシュとかですね、あとお菓子関係ですとバスクチーズケーキとか、あとは、台湾カステラですね。台湾カステラは自分でちょっとね、ネットとかで調べて作ってみたんですけれども、ちょっと半分膨らまなかったりとかして、でもちゃんとねレッスンを受けたら綺麗に膨らむことができました。オンラインレッスンは家にいてね学べるので、通ったりする時間もね関係なく自分の時間を有効に活かせるのがとてもいいと思っています。こんな感じでずっと最後まで巻いていきますね。はい、そしたらこれ抜いていきます。で、外すときは締まる方向と緩む方向とありますので、緩む方向に少しこうずらしてあげるとシュッと抜くことができます。はい、次にねこちらのコイルを開いていきます。ちょっとこう開くところ手品のようで面白いですのでね、こんな感じで面にしながら開いていきます。どん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 長くなってきました。今日はね、作り方というよりはこのちょっと、一本のワイヤーがコイルになって、コイルから一つの面になって、そして花瓶のね装飾になるパフォーマンスを楽しんでいただけたらと思って、こちらの動画を作ってみました。
ワイヤーってシンプルな素材ですので、アイデア次第でね、平面にも立体にもなるのが魅力ですね。最後まで開けました。こんなに長く、ね、リボンのようにできました。そしたらこのね、端の部分をニッパーで切ります。今度はまたこちらのリボンを巻いていきます。こんな感じになりました。そしたら花瓶の方にね、このように当てて、ね、くるくるっと沿わせていくんですけれども、まずこのトップの部分を落ちないようにね、折り曲げて引っ掛けます。はい、そしてこうね、沿わせて、これで完成です。